夜市、夜市、夜市は、台湾台北市万華区の辰山寺西側にある、夜市。万華夜市と呼ばれることもある。辰山寺と公園の間を横切る、東西方向の通り、広州街が、夜市の入り口にあたる。広州街と直角に交差する、南北方向の通りである火災以外と、青霧州街にも飲食店が立ち並ぶ。これら三つの夜市を合わせて、夜市と呼ぶ。 とは、丸木船が集まる場所の意味を表す、原住民語の漫画を翻訳したもので、一万花は、日本統治時代に、万華を日本語の漢字に当てて表記したものと言われている。この地区は、水陸交通の用地として、台北盆地で最も早い時期にできた、物産集散地だった。50年以上の歴史がある火災害よる市は、薬膳料理や,やッポン、蛇や、すっぽん、 海鮮を使った料理が名物である。火災以外の賑わいが増してくると、西隣の青桐州街周辺にも様々な飲食店が立ち並ぶようになった。青桐州街夜市には豚足丼、羊肉鍋、ウツボやカエルを使ったスープなどの伝統料理が有名である。広州集街には飲食店だけでなく、生活用品や家電品、服飾関連の店も多く、 これらの道から分岐する路地にも数多くの店が立ち並んでいる。ありがとうございます。